かちょっと暗くなっちゃった暗くなっちゃったね。まあ、でも時間もね暗い暗い暗い、はい、今日はみゆきさん来てます。ちょっと明るくします。これでちょっと明るくなるんじゃないですか。ちょっとだけ、はい、私たちは夕方、今ねお買い物に行きます。今日はユニクロじゃない。ユニクロもね、この間買ったからね、もう買って楽しかったし、ね、たも今日はちょっと違うところ。ちょっと可愛い。もうこれね、お気に入りなの最近。可愛いじゃないですか。この間展示会で買ってくれて、すごい似合ってますよ。ちょっとつけて。いや、嬉しいです。ということで話は戻しますが、アグに行きます。はい。でね、冬といえばもうダウンとアグ。もうメジャーになっちゃったよね。ハグってでもさ、うん、最初もう流行ったの10年ぐらい前じゃない。そうだよ。あれはオーストラリアのサーファーの人たちが裸足で履くっていうんで作られたんだよね。最初ね、最初はね。ね。うん。今やもう普通に街で履くね。で足元が冷えるんだからもうさ、あったかい。もうね足元冷えたらね暗くなるからね足元あったかくということで。はい。どんなアグが出ているか見に行こう、うん、っていう今日は動画でございます。では始めまーすということでアグに向かうんですけど、今日は六本木のミッドタウンに、うん、いいね、おしゃれだね。おしゃれでしょ、うん、でちょっとイルミネーションがあったりなんかする。そうそう、綺麗だよね。そうなんでちょっとアグを買った後にちょっとそこが見える私のイルミネーション、そう知り合いの方がやってるカフェがあるんですけど、そっからちょうど見えると思うんで、多分ね、何を買ったか紹介して、了解。ちょっとそのイルミネーションもちょっと見てもらって、クリスマスのイルミネーションツアーするじゃん。いいですね。ね、うん、行けたらね。いいですね。ね、じゃあとりあえずただ通るだけ。ただ通る。とりあえずじゃあアグに向かうということで、はい、お気づきの方いるかもしれないですけど、ちょっと私目が腫れてるんですよ今日。昨日泣きすぎちゃって、なんか悲しいことでもあった。事件が起きちゃって、うん、ネットフリックスの初恋もう宇多田ヒカルちゃんのファーストラブを主題歌にして、はい、佐藤健くんがね、うん、やってるやつなんですけど、もうね全シリーズ9話、うん、みんないいいいって言うからどれどれどれなんて見たら、うん、もうね途中でやめられないの。全部見た。私ね7時間ドラマ見たの昨日で、1話1話泣けるんですよこれが。もうそれ続けて全部見たの。全部見ちゃったの。だから朝の7時になっちゃったの。そりゃ大変だ。なんかさ大喧嘩して、うん、なんか大泣きすると朝目がブーンとか腫れたりとか、うん、悲しいことあったりとかした時に目が腫れるってさ、うん、昔よくあったじゃないですか。なんかまあね、ないあんまり腫れないんだよね私。え、そこまで大泣きしないからじゃないですかみゆきさん。大泣きしたことあります？ないかも。やだー、なんで？わかんない。なんで？でも私目あんまり腫れる人じゃないんだよ。あ、そこが落ち込んでるから元々が。そんなことないと思うんだけど、もう私久々にずっと涙流しっぱなし。でもよかったじゃん、そんなに感動できるドラマに出会える。いやね、初恋っていうテーマが、うん、宇多田ヒカルちゃんが、うん、ファーストラブを作った時、うん、1990年なのかな、ね、あれ。で、あの頃とオーバーラップするのよ。で、その時の中学生の初恋のところからスタートするから、うん、自分たちのなんかさ、そのさ、初恋の時の甘酸っぱいさ、感じがさ、うん、こう、オーバーラップしてくるわけよ。それで、今に至るっていう何年もの話をやってるんだけど、またね、これおしゃれなんですよ。ちょっとみゆきさん絶対見て。見てみるね、じゃあね。うん、それで多分、ぶっ通しで見る羽目になると思うから。いや、私はちゃんと切るよ。いやいや、切れないんですって、これが。切れないんですよ、これが。もうね、おばさんはそんな7時間も見ちゃダメだって。私、本当にもうね、やられました、これでしょ。今日疲れました。はい、リカバリーできる。あ、ここね、はい、知り合いの子がやってるコーヒーショップなの、今度来ようね。おしゃれ、おしゃれ。うん。五本木。そう。ここだったんですね。ということで皆さんもぜひ初恋ネットフリックスを見てください、はい、もうね私たち世代に刺さりますよ。刺さるんだ。え、私たちの世代に刺さるの？そう。でも今時の子たちが見ても刺さると思うけど、多分私たちの方が刺さる。そうなんだ、うん、今時の子に恋愛感がわかるかなっていう DVD。 なんかさ、歌謡曲とかもさ、うん、もちろん今の歌謡曲もすごい素敵な歌いっぱいあるんだけどさ、うんうん、
かかってこない電話を待つとかさ、そういうのって今の子たちはさ、みんなさ、LINE とかでさ、そう、ごめん、ちょっと今遅れるとかさ、そういう感じじゃない。そう。そのどこにいるか分かんない、どうして来ないのかも分かんないけど待つっていう、その感じが私たちには分かるんだよね。そういうドラマなんですよ。そこから今に至ってるから、今やもう携帯で LINE やり取りしてるんだけど、最初の出だし中学生の頃は家の電話で明日の待ち合わせするとかね、ね、家電かけるとお父さん出ちゃうとかさ、そう、なんかね、そういうのがね、思い出されて泣いちゃうんですよ。分かる分かる。じゃあちょっと見てみるね。見てください。皆さんもぜひ、あ、長話になっちゃったっていうことで、アグに行きます。ネットフリックスの初恋ね。ということで、今日のみゆきさんのファッションです。ブルーのコートかわいいね。そう。私珍しくコート買ってみました。かわいいです。今日はジーンズで、中はグレーのセーター。はい。ちょっと止まって。うん。ブルーでコートしてるのね。はい。とても可愛らしいです。じゃあ私写してもらっていいですか。いきます。じゃららーん、じゃららん、じゃららん、スマートだね。素敵。目が腫れてます。テレビ見すぎ。さて、アグ、アグ行くよ。お、いいね、いいね。こんなに近いのも。そうなんです。私はね、この黒のこっちの丈を狙ってるんですよ。今日のみゆきさんのジーンズとかの時にもいいね。これいいでしょ。足首まであったかくて。じゃあちょっと見てみましょう。今日は六本木のミッドタウンの、アグに来ております。はい、ということで大きい声出せないんですけど、はい、ウカフェに来てます。ウカフェというのは、うん、そう、美容室のウカさんがやってる横にあるカフェなんですけど、みんなの感じそう。とても可愛らしいカフェで、ヴィーガンのさ、スイーツだったり、うん、多分みんなさ、これ見たことあると思うんだよな、このマン。ちょっとし。え、このマン、絶対、みんな見てるから。ヴィーガンのさ、このマンクがやるよ。あとこれがさ、すっごい流行ってたの。私に渡すな、これね、あのね、爪のところに塗るやつね。でこれがすごい人気で、隣に美容室もあれば、うん、ネイルもできてまつげもできるっていうね、すごい。で端っこにカフェがある。私の YouTube でも紹介するので、ぜひ皆さん見てください。乾燥するから。そう、これいいでしょ。こういうことでしょ。こういうとこにこうやって塗る。めちゃめちゃいいんです。試行品でめっちゃなってる。そう。これちょっと匂いかも。でしょ？匂いは？匂いもね。匂いがいいね。それ違う。これね、こっちか。あのね、ここはね、ほら、時間で匂いを、ね、表現してる。あ、いいかも。13時では13時の香りとか、いろいろそうやっていろんなね、アロマをブレンドしてくれてなと。くっそ。手が臭い。どう思う？失礼でしょ、この理科五条。何にする？ね、爪いいですよ。ちょっとこれ面白いね。いいでしょ？だから、なんかこういうのに入ってて、爪乾燥するから。夜の香りがどんな香り？夜の香り。何時？24.4度。ちょっと甘い。イランイランとか入ってるじゃないですか。なんか夜どんどん甘くなるって面白いね。寝なさいってことじゃない？ドラマなんか見てないで。そういうことです。はい。どれか買っていく？あ、ね、うん、いいね。ね。とても。これが結構人気で。ハリハリ。シャンプー。ああ、スカル、何言ってんの？スカルとか。違う、それ叩くんじゃないんだよ。そうだよ、こうやって、こうやるもんだよ。今、罰を与えたの。なんだっけ、罰。罰を与えられなきゃいけない。これはシャンプーのやつ。あ、でも、こういう血行が良くなる。やっぱり、地肌をきれいにすると、そうなんです。シャンプーより行って。で、私は、ほうじ茶なんて。私は、カモミールのレモンです。うん。豆乳、ほうじ茶ラテ、美味しい。ほっとするね。あ、ちょっとこれいい。
どんな味がするんですか。カモミール、もう夜の香りばかり。おやすみなさいって感じ。こういうなことしてゆっくりしてる場合じゃないっていうことに気がつきました。報告書買ったもの、はい、皆さんウカフェにもぜひ来てあげてください。うん、私のお友達がやってます。でも意外とさ、ミッドタウンに来て、うん、この静かな空間知らない人多いかも。多い。ぜひぜひ。向こう側行くと、うん、一応ちょっとだけイルミネーションを何やりするんで、いいかも。概要欄に貼り付けていきます。はい、ゆきさんが買ったね、一個だけだもんね。一個だからまず見せちゃおうかな。うん、色だよね。色。色だよね、今回は。パッと見てパッと決めたの。そう。カーキ色にしました。似合う色。ほら。うん。カーキのショートバージョン。私はこのショートバージョンが欲しくて今日来たの。うん、でも本当はここにマスナーついてる。そう。そう。サイズがなかったね。みゆきさんはこの色。カーキ。パッと。私は同じタイプで。私の目的なこのショートタッチが大人っぽいので茶色にしました。うん、これじゃチョコレート、チョコレート、うん、これはそう、ちょうどみゆきさんが今日履いてる、うん、あの幅広のデニム、うん、とか他にもね、うん、上にかぶさるし、うん、あとスカート履いてる時に近いですよね。私みたいに今日ぴったりしたパンツ履いてる時にも合う、確かに。でロング、そう。もっと短いのもあったけど、うん、それはそれでまたちょっとイメージが違うんだよね。そうだよね。もっと長いのもあるけど、このサイズがちょうどね、うん、何でも。はい、ということで、みゆきさんが、はい、オリーブで私は茶色。途中お揃いっていう感じになったけどね。そうそう。一緒色変えて。そうそう。で、私はもう一個自分にクリスマスプレゼントを買わせてもらいました。うん、はい、スリッパ。これいいのよ。いいよね。おうちスリッパあったかくて。じゃじゃーん、ナイス、綺麗です、あったかい。でこの底バージョンがそう、なんかもうちょっと平らなのがある。そう、平らなのあります。息子たちにクリスマスプレゼントがあって、うん、そっちが平らバージョン。うん、無色、うん、でもさ、軽くてあったかくてこれはいいよ、ね、いいよね。ほら、ナイス。これ、裏が釣りバージョン。もうママの愛だね。そうなんです、これが息子たちのクリスマスプレゼント。ママの愛です。ママの愛です。はい、こちらがリカコちゃんのやつです。自分への愛です。自分への愛です。うん、はい、ついでに今日はクリスマスプレゼントを買わせていただいたというね、うん、息子が2人もいると2人分買わなきゃいけないよ、ね。そうだよね。破産するっていう。うちもなんか考えなきゃ。これ同じ足の28センチでもちっちゃいんじゃないかっていう。ギリだね。ギリ。茶色と黒。こっちレンちゃん、こっちミキちゃん。あ、そうなの。そう。で、こっちリンちゃん。あ、いいね。いい家族3人で。クリスマスを迎えたいな。あったかいクリスマスを迎えてください。はい。ということで、アグレのお買い物今日は。はい。芝居にいろんな話もして、じゃああとはちょっとイルミネーションなんかを楽しんでみようかね。そうですね。だけどイルミネーションを皆さんにお見せするとするならば、うん、これ次の週にやりたいなと思ってるんです、うん、今日ね、うん、今年突然みゆきさんに電話して、うん、みゆきさん何やってますってとこから YouTube に結構出ていただきましたので、うん、はい、私からのささやかなお食事のプレゼントがあるんです。まあ、いい後輩だね。でしょ、できた後輩なんですよ。で、2本目ではそこに行って、うん、そこがすっごい素敵なんで、そこに行く、あ、中では撮れるかどうかちょっと分かんないんですけど、どんな感じだったかね。素敵なイルミネーションを紹介しながら、2本目は撮りたいなと。なので今日の動画はこれで終わりになります。了解。はい。私のファーストラブ、初恋のドラマの話から始まり、そうそう、朝の7時まで見たっていうね。はい。コーディネートをちょっと紹介して、最後カフェでお茶を飲んで、うん、タグの紹介をさせていただきました。はい、こんなんで良かったんでしょうか。大丈夫。ということで。また次回楽しみにしてください。じゃあねー、バイバイ。はい、綺麗なイルミネーションでございます。めちゃめちゃ綺麗、綺麗、いいね、素敵やね。このまま行きましょう。はいはい、おー、いいよ、向こう側も撮りたい。いいね。
っち側が綺麗だよ。こっち側綺麗だね。向こうはこんな感じです。六本木美しい。おまけ動画でした。バイバイキーン。